ユインタジリスは、哺乳コネズミメリス科に分類されるジリスの一種である。アメリカ合衆国北西部に分布する。ユタ州北部では、通称、パゴットと呼ばれる。草を食べるユインタジリスアメリカアイダホ州、モンタナ州、ユタ州、ワイオミング州。体長280から303ミリメートル。 尾長63から8 1ト、mm、ル、体重2 8 4 4 2 5ム。他のジリスと生息域が一部重なっているが、エレガントジリスユロセテラスエリゴンスほど紐は、単光色ではなく尾の裏側が灰色を押しており、ユロセテラスモリスよりも体が大きく、尾が長いことで見分ける。2頭のユインタジリス標高の高い谷の草地、時には農地に生息する。中高で、 しばしば大きなコロニーで生活する。草食性で、主に稲荷の草を食べるが、種子、根、山よもぎの葉、昆虫も食べる。地下の巣穴で7月から仮眠を始め、その後3から4月まで冬眠をするため、活動的なのは1年のうち春から夏にかけての約3.5ヶ月しかない。体が大きいほど冬眠中の生存率が高くなり、冬眠後に生き残れるのは、 子供で30%、大人で60%と差がある。繁殖期は3から4月、メスが発情するのは、冬眠から目覚めた2から3日後の1日のみで、交尾は巣穴の中で行われる。妊娠期間は28日、初産では一度の出産で4から5頭を産むが、年配のメスは平均7から8頭を産む。生後24日で巣穴から地上に現れるようになる。 捕食者には、猛金類、イタチ、アメリカアナグマ、コヨー手がおり、取り子もなす、コクシジウム、飲み5種、戦中の宿主である。ありがとうございます。